シ白木氏は日本が白木に派遣した施設である。特に668年以降の統一白木に対して派遣されたものを言う。779年を最後に世紀のシ白木氏は停止された。日本は4世紀に白木を新民としたことが公海道を日に見え、451年にはそうから墨が支持設と得く白木未和なから新幹母官六国、諸軍寺安。 東大進む軍大和国王にされるなど、一定の交流関係があったことが推定されている。日本書紀によると、六世紀、白木新仰王に、かやが滅ぼされるなど極度に緊張した日羅関係下にも、白木から和国へは、三間奈野町の長江氏や高栗氏の宗氏などを名目とした死者の派遣があり、和国からも、水古町の草壁岸和金、高玉町の草壁岸親戚、 高婿の博士黒マロなどの白木への派遣があったことが記録されている。特に使い白木氏が頻繁に任命されるようになったのは、党の進出により、くだらが滅亡し、白月の絵の戦いにより、党との関係が緊張してからである。このような状況のもと、日本と党は、検討士を行うなどで関係改善しつつあったが、党が日本を制伐するという風文があったこと。 668年に、高ウの法蔵王が党に投降したことで、党からの圧力が強まったことに、危機感を覚えた白ラとの利害が一致した。そこで、共同で対抗しようとする、動きの一環として、交流は、頻繁になったとみられる。白月の絵の戦いにおいて、日本と白ラとの直接的な戦闘がほとんどなかった、ことなどから、日本側も受け入れやすかったと推定されている。 日本側の目的としては、先進技術の収集のほかに、海外情勢の調査もあったと考えられている。統一白らからの第1回目の死者の帰国に際しては、朝廷から白ら王に対して、船1隻、絹50匹、綿500トン、200枚が卵の組みされており、当時の朝廷の対白らぎを見ることができる。この頃には白らへの留学像が帰国後徴用され、 日本の律令官政の特徴である四島間への白木官政の影響が認められるなど、日蓋関係は極めて良好であった。しかし両国関係は朝鮮半島を統一し国会意識を高め、日本との対等な関係を求めた白木に対して、日本があくまで従属国扱いしたことにより悪化した。俗日本記によれば、735年入居した白木氏は、 国号を王朝国と解消したと告知したため、日本の朝廷は無断で国号を解消したことを責め、死者を追い返した。しかし統一白木になってからは、県白木氏の名称が示す通り必ずしも日本への朝貢関係を取ったとは言えない。この頃、渤海の成立を受け、白木と等の関係が修復されてきており、渤海も日本へ、 県日本史を派遣していることが関係していると見られている。翌736年には、県白木大使の安倍津熊老が白木へ渡ったが、外交施設としての礼遇を受けられなかったらしく、朝廷は伊勢神宮など諸者に、白木の無礼を報告し、長伏のための方兵をしており、以後しばらくは、白木氏を大宰府に止めて帰国させ、入居を許さなかった。なお、 安倍津熊郎は白木からの帰国途中に病死し、残された使い白木氏の帰国後、平城形では天然痘と見られる薬病が流行った。このことから、古くからこの薬病が白木から持ち込まれたと信じられてきた。752年、白木王子金大連ら704名の白木氏が来日し、長考した。この施設団は奈良の大仏の塗り金用に、 大量の金を持ち込んだと推定されている。兆候の形式を取った意図は明らかではないが、当、牧界との関係を含む国際情勢を考慮し極度に緊張していた、両国関係の緊張緩和を図ったという側面と、公益による実利重視という側面があると見られている。金大連は実際の王子ではないとする研究があり、 王子の長考を演出することによって、より積極的な通商活動を意図していたとも考えられている。しかし翌753年には、党の長賀で、検討士、大友小丸が、白木の使者と石字を争いを通すという事件が起こる。この年の剣白木大使は、白木で日本国史に至り、万字無礼、王文野、の巡る、と王に餌することができなかった。 このような緊張関係のもと、759年には、エミオシカツが牧会との連携により、軍船394隻、兵士4万700人を動員する。本格的な白木遠征計画を立てたものの、国内政治情勢の変化や、牧会側の事情の変化等により中止されている。日本語記によると、780年に、正規の県白木氏は停止され、以後は、 剣頭誌の安否を問い合わせる死者が数度送られたのみとなった統一白木時代のもの。なおこの一覧は最も一般的な二十八回説を採用している。剣白木氏の取った航路については聖誌にはほとんど記載がないが、七百三十六年の安倍津熊路大使の剣白木氏一行の読んだ歌は万葉習慣十五の大半を占めているため、その工程がある程度わかっている。 一行は、南馬の津を船出した後、瀬戸内海を進み、途中風早浦、倉橋島、文献浦などを経由し筑士間に至った。その後、官邸、引津邸から駒島邸に渡り、行き島、浅地浦、竹敷浦を経て、白木へと向かっている。白木から移入された文物は、前述の金の他にも、銀などの金属、高級織物、ラクダ、オウム、 クジャクなどの珍しい動物もあった。また、小燥院宝物のトリゲリツ女屏風の下張りに、使われた、貝白シラギモを根拠に、香料、薬物、顔料、染料、器物、長土なども移入され、そのうち必要品を朝廷が確保した後、余剰品は希望者に払い下げられたとする見解がある。日本書紀には、日本が白ぎと戦闘し勝利した記事が見える。また、 随所、巻八十一月伝、第四十六問い、国には、白木くだらみなも、ため奥に立ちんぶつ並み、高し青ぐの久し通りし、上り来たるとある。直木孝次郎1968ほか、ハット ABCDEFG 吉田高し1997、三国式でも県白木市の白木到着前後から、聖徳王を含めた、白木川洋人旧氏の記事が現れている。 だが、随員の行きたくまんは白木到着前に、すでに病没していることから、県白木市出発段階で、すでに感染者がおり、その往復によって、日良両国に感染が拡大した可能性も指摘されている。笠原永遠男2010、和田軍一、準任長における、白木政党計画について1924、AB 東の春行1988、 阿ミ野義彦1997、坂より正サ2001、エビ青木和夫1965、他この項目では、全体に、森正明、白月の英語を参照しつつ、吉田、直樹、青木と合わせて記述した。このため、森、白月の英語は客中などでは特に触れていない。ありがとうございます。